揺れる思い体中感じて君と歩き続けたい Your dream 夏が忍び足で近づくよきらめく波が砂浜潤してこだわってた周りをすべて捨てて今あなたに決めたのこんな自分に合う人はもういないと半分諦めてた揺れる想い体中感じてこのままずっとそばにいたい青く澄んだあの空のような君と歩き続けたい Your dream 月と合図を送る瞳の奥覗いてみるふりしてキスをしたすべてを見せるのが怖いから優しさから逃げてたの運命の出会い確かねこんなに自分が変わってくなんて揺れる想い体中感じてこのままずっとそばにいたいいくつ寂しい季節が来てもときめき抱きしめていたい今ドリーム揺れる想い体中感じてこのままずっとそばにいたい青く澄んだあの空のような君と歩き続けたい Your dream はい、どうもね、今夜はね、ザードちゃんのね、いろいろ思いを歌いました。さて、今日もね、YouTube でライブ配信したいと思いますね。明日は日曜休みだ。ね、嬉しいね、休み前ね。のんびりしようね、明日ね。あ、そうだ。やることだったから明日。この間、頂上だったからさ、部屋台とかね、足洗い済ませて。ATM 行けなかったからね、金堂もそうだったからね。まず部屋代なんかね、入金もの、あと終わってからね、のんびりしようね。休み前は嬉しいね。休み前は嬉しい。2022年早いもんで3月もね26日土曜深夜か土曜深夜か土曜深夜あーね先回りして君を待ってる帰り道の坂の途中誰にも言わず隠れているよあと少し探して忘れられない今更を胸にしまい込んで思い出してよ
お帰りの声が聞こえた死のこと、あの死のこと。紫色の夕日を浴びる。夜が始まる手前の街で、誰にも言えぬ本当のこと。少しだけ話して、忘れていくよ、喜びも。深い悲しみも思い出せない、ただいまと扉の開いた死のこと、あの死のこと。忘れられない、今更を胸にしまい込んで、思い出してよ、お帰りの声が聞こえた死のこと、忘れられない愛しさを胸に深く抱いて、思い出してよ、ただいまと扉の開いた死のこと、あの死のこと、あの死のこと。はい、どうもアラビアンさん、どうもね、コタさん、どうもね。今夜もね、あれ、OAU の帰り道を歌いました。昨日何食べたの？オープニングね、いいね、この歌ね。帰り道、あ、こんばんは。2022年3月の26日、土曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環として、こんな風に動画をアップしてます。あ、どうもね、皆さん遅くにありがとうね。朝休みだね。嬉しいね。今帰ってくると雨降ってたけどね。まあ、この後雨は止んでね、日曜なんとか晴れ間見えそうだから嬉しい。うん。じゃあ、ワンスモア行こうか。今夜もね、OAU の帰り道行こう。いいね、この歌ね。先回りして、君を待ってる。帰り道の坂の途中、誰にも言わず隠れているよ。あと少し探して、忘れられない、今更を胸にしまい込んで、思い出してよ、お帰りの声が聞こえた死のこと、あの死のこと。紫色の夕日を浴びる夜が始まる手前の街で、誰にも言えぬ本当のことを少しだけ話して、忘れていくよ、喜びも深い悲しみも思い出せない、ただいまと扉の開いた死のこと、あの死のこと。忘れられない、今更を胸にしまい込んで、思い出してよ、お帰りの。声が聞こえた死のことを、忘れられない愛しさを胸に深く抱いて、思い出してよ、ただいまと扉の開いた死のことを、あの死のこと。あごし、あの死のこと。はい、どうもこんばんはね。はい、今夜もね、帰り道歌いました。いいね、この歌ね。どうもね。あのドラマの印象がすごいよく強くてね、気に入っちゃったね、こんばんはね。うん。赤嶺さんどうもね、有村さんどうもね、ただ岡さんどうも、さんどうもね、パワーさんどうもね、健吾さんどうもね、パンダちゃんどうもね、綾川志郷さんもどうも。仕事ね、昨日も言ったよね、土曜日仕事だった。で、明日休みだ。うん、嬉しいな。休み前は嬉しいね。じゃあもう一回ワンスモア行こう。今夜はね、帰り道。こういうのね。先回りして、君を待ってる。
帰り道の坂の途中、誰にも言わず隠れているよ。あと少し探して、忘れられない今更を胸にしまい込んで、思い出してよ、お帰りの声が聞こえたしのこと、あの日のこと。紫色の夕日を浴びる夜が始まる手前の街で、誰にも言わず言えぬ本当のことを少しだけ話して、忘れていくよ、喜びも深い悲しみも、思い出せないただいまと扉の開いた日のこと、あの日のこと、忘れられない今更を胸にしまい込んで、思い出してよ、お帰りの声が聞こえた日のことを、忘れられない愛しさを胸に深く抱いて、思い出してよ、ただいまと扉の開いた日のことを、あの日のこと、あの日のこと、いいね、この歌ね。秋田健吾さんもお互い様ね。まあでも、あなたも、頭が弱いんですよ。ね、しょうがないね。じゃあ、今度これいこうか。じゃあ、最後は、もう、今日遅いからね、最後の一曲。これで締めようか。僕らはきっと待ってる、君とまた会える日々を、桜並木の道の上で手を振り叫ぶよ。どんなに苦しい時も君は笑っているから、くじけそうになりかけても頑張れる気がしたよ。霞ゆく景色の中にあの日の歌が聞こえる。桜、桜、今咲き誇る刹那に散る草だめつして、さらば友よ、旅立ちの時、変わらないその思いを今なら言えるだろうか。偽りのない言葉、輝ける君の未来を願う本当の言葉。移りゆく街はまるで僕らを急かすように、桜、桜、ただ舞い起きる、いつか生まれ変わる時を信じ、泣くな友よ、今灼熱の時、飾らないあの笑顔でさ、桜、桜、いざ舞い上がれ、永遠にさんざめく光を浴びて、さらば友よ、またこの場所で会おう。桜舞い散る道の上で、ヘイさんどうもね。おはようございます。どうも皆さん遅くにありがとうね。明日は休みで嬉しいね。じゃあ次これ行こうか。最後はこの歌で締めようね。この歌で。青春ソング。ね。まあ、最後の歌で、青春ソングで見よう、最後は。若く明るい歌声に、
なだれは消える花も咲く青い山脈雪割り桜空の果て今日も我らの夢を呼ぶ古い上着よさようなら寂しい夢よさようなら青い山脈バラ色く萌え憧れの旅の乙女に通りもなく雨に濡れてる焼け跡の名もない花も降り仰ぐ青い山脈輝く峰の懐かしさ見れば涙がまた滲む父も夢見た母も見た旅路の果てのその果ての青い山脈緑の谷へ旅を行く若い我らに鐘が鳴るはいどうもね今日のお夜食行くかな今夜肉豆腐。もう温めるだけでもう煮てあるんで、肉豆腐今日。じゃあ持っときます。今夜肉豆腐でいっぱい。じゃあ持ってくんね。持ってくる。今日はね、肉団子と豆腐。肉団子と豆腐です。そう、めんつゆで煮て、ちょっとめんつゆ入れて、昆布つゆか。はい、どうも、こんにちは。こんにちは、肉豆腐ね。木綿豆腐と鶏肉団子ね。これでいこうか。今日は肉豆腐だ。豆腐ちゃん、あ、いいね。豆腐は 150g 2つ分ね。うん。取ろうか豆腐4つ4切れ肉団子いいねいいねこれ昆布のつゆめんつゆねうんこんなもんで肉豆腐でいただきますとりあえずうんうん見て取り入れますどうですか何言ってるか分かんないごめんなさいねうんお豆腐とね木綿豆腐と肉団子よあ切れたかごめんなさい配信が悪くてあと録画の方で見てくださいね配信があるんでしょ
大丈夫、夜間さんありがとうね。肉うまいね。安くていいよ、肉団子。1パック170円かだった。じゃあ、いっぱいこれで、これ、豆腐と団子でいっぱい。じゃあ、今日の飲み物持ってこっか。今日はね、ビールに行こう。おビール。スーパードライ。スーパードライ。行きます。スーパードライ、今回はスーパードライ。おー、いいね。でも、ステヘイさん、でも今日はね、今日は肉豆腐とスーパードライです。スーパードライ。今日から、見るかな？入り直して。乾杯。うめえな。スーパーで売り出してるよね、これね。新しくなったってことだね、今ね。ないですよ、県の犬。これはめんつゆで煮たでしょ、めんつゆで。めんつゆで煮たからだ、そのまんま。ありがとうね。これはめんつゆで煮たからね、肉たん。めんつゆね、昆布つゆってやつに。入れちゃおうか。と豆腐4切れ。木綿豆腐だからいい。豆腐はこれ 150g が3つ入って80円ぐらいのうちの2パック。これうどん見てもいいね。うどんはこの辺りに入れようかな。鶏肉安いからいいよな。鶏肉のひき肉の団子だから安いんだよね。鶏も安くていいよね。弁当屋の弁当そうだもんね。豚とか牛肉のってそんな高いけどさ、鶏肉使って弁当って安いもんな、今。サボテンのさ、とんかつ弁当なんかさ、1000円近いもんな。1000円近いけどさ。唐揚げ弁当は600円とか500円とかいちゃうもんね。鶏も安い。当たり前だけどね。
とんかつ用のロース肉なんかさ、まあ、唐揚げ用のきゅうり高いもんな。当然高いよな。今日はね、肉豆腐かな。ね、木綿豆腐とね、鶏肉団子をね、麺つゆで煮た感じなんだよね。見える？うん。木綿豆腐と鶏肉団子。スーパードライ。大丈夫な、これ。うん、これ。職場の昼休みたまに食うね、とんかつはね。休日出勤だとさ、あれ、あ、なんだっけ。いつも仕出しじゃないからさ、弁当屋で買ってくるからさ、そうするとたまにとんかつなんだよね。それで食ったらとんかつ、まだ自分じゃ買わないけどね。職場の休日出勤の時の昼休み、昼の食事はそうよ。休日出勤の楽しみでもあるね。普段は仕出し弁当なんだよね、400円ぐらいの。うん、休日出勤の時は、そういう弁当屋が休みなんで、外の店で買ってくんじゃね。そういう時、とんかつがあったりするね、たまにね。そう、とんかつ食う。帰ってこないか、しょうがない。うん。昨日みたいに土曜は仕事だ、今週はね。来週はね、休みなんでね、キャンプに行こうと思います。来週休みなんで。休日出勤は前もって仕事だったし、この1週間、あれなんだっけ、月曜日祝日だったら、大体うちの職場はそう、祝日がある週は土曜日別に大体そう、祝日のある週は土曜は普通に出勤日なわけで、今週はさ、月曜が春分の日で祝日だったからね、土曜は仕事ね、最初からね、大体そうよね。うん、正月もその元旦で祝日でしょ、ね、だからその週の土曜は仕事だからね。うん。明日はのんびり、あ、そうだ、だから、あれ、この間給料日だったんで、部屋代のね、入金とか行こうと思って。遅くて ATM 全然行けてないからさ、明日 ATM 行って、お金下ろしてきて、部屋代入金したりとかさ、支払いごとやってみやらないと明日。平日はそんなもんできないからさ。アパートも安いけどさ、あれ、入金なんだよね、あれ。信用金庫にね、だからね。普段できねえから、相手やんないと。つまり、まあ、大抵、もう何分かで終わるけどね。でもよかったでしょ。金曜日が木曜だ。昨日だもんね、休業日ね、金曜日。まあ、日付変わってけどね。まあ、月曜、休業日の時つらいんだよね、あれね。部屋代の入信遅れちゃうからさ、休み日曜まで待つとさ。有村さんどう思うんで、僕、でも有村って見ると、あれを思い出して、あれ。大正巌流島の人。大正巌流島って言っても、ほとんど知らないかな、あれ。しかし、そのがあってもね、大正巌流島ってやつ、ショートフィルムで。有村昆さんのやつね、有村昆思い出す。有村って言うとね、いつもそうなの。だから有村昆って。映画パーソナリティとか言ってよく出てたしね。有村君知んないか。映画知んないか。キャッチを見てない人は分かんないかもしんないね。有村君。
あ、して、うさんくさいですね。どうも、二条さん、どうもね、ありがとうございますね。豆腐と肉団子。パーソナリティね、僕はずっとタクシー光荘を見てたからね、あれネットでね、ずっとね。姉妹だ。豆腐と肉団子おいしくいただきました。メタハラってなんだよ。メタハラ大の兵さんでもメタハラってわかんないや。チャンネル見たことないみたいです。いや、そんな見てる余裕がないです、時間的に。生存確認するだけで精一杯だ。そんな見てる時間はよほど、自営の人だよね。余裕ないよ、そんなの。痛みませんよ、僕は大丈夫よ。今度この汁に今度うどん入れてみてくる。第2弾は豆腐と肉団子とこの汁にね、うどん入れてくるね。じゃあうどんタイムでうどん入れてくるね、うどん。じゃあ、明日休みの嬉しいな、じゃあうどんだ。さんの玉うどんね、これ半玉うどんだ。これね、これを一食入れる。これいって一緒にね、ついでにこれ御殿場高原あれ米中のウインナーも入れる。これね、
2本目のビールでいこうか。2本目のビールいきます。スーパードライですよ。2本目いくよ。でもね、こっちはね、そうやな、今ちょっとうどんね、偏差値8もねえじゃん。偏差値75よ。75しかないからね。偏差値って。25から75しかないから。そんな。2本目いきます、バドライ。飲み終わる頃にはね、いい感じに言ってると思うんだ。頭は関係、良さは関係ないから、ほんとみんな、そんな。頭はそんな、毎回言ってるよね。頭の良さは変わらないから。それはな、そう。ね、視点の違いだから、要するに、単純に。視点の置き方、基準の置き方自体でこの人どこ言ってるだけの話なんで。それはそれないようにね。頭の良い悪いなんかさ。ね。そういうもんよ。いつも言ってんじゃん、テレビ番組なんかでさ、お笑いタレントをさ、連れてきてさ、学校受験させてさ、合格させんのって。やればみんなできるんだよ、ほんと。頭の良さ変わんねえから。あるよく、ね、定期的にあるよね、テレビ番組なんかでさ、お笑いタレントの高卒のタレント連れてきてさ、大学受験させてさ、合格させたり。あれできるんだよ、ほんとみんなやればできるから。ね、みんなやんなかっただけなんですよ、みんな。ああいう企画だけだったのはそうよ。ほんとみんなできるから。私たちのそれは基準の考え方次第でね。もうちょっと見とけ、うどんね。そうじゃ。今日は第2弾はウインナーうどん。あのさっきのメニューでウインナーうどん。もうこんな感じ。グズグズ言ってるね。米久のウインナーこれね。ね、今日も休んではない、フードゲルと一緒でさ、日本ハムとかもうさ、もうだ、ね、プロ野球のオーナーになるぐらいだからさ、結構ね、それ高いんだよね、もう日本は高いんだよね。ゆこさんコメント読んでください。読んでるよ。うん。こんばんは。龍二桜庭さん、どうもね。うん。まあ、87あるわけなんだって。偏差値は75までだからね。87あるわけないよね。偏差値が25から75しかないんでね。
その下より上もないからね。うん、80なんか、ないよね。75万円までしかないんで。ウインナーね。米中の御殿場高原アラビキですね。何アラビキね。アラベーコン炒めたりね。お肉が好きだよ、僕はね。うん。悲観するわけねえじゃん、そんなの。みんな嘘書いてるの信じてんだな。しょうがないね。悲観もしないし、万引きもしない、僕は。実はそういうことしませんから。捕まってませんよ。うん。20なんてありえないです、そんなの。25しかないんだから。20もありえない、そんなのね。25までしかないんだよ。どうも、有村って言うと、有村コン思い出しちゃうね、有村コン。何やってんだろうな、あの人ね、有村コン。TBS ラジオのサバンジェだっけ、今、あの子。女の子でやってるの、あの子。最初、有村コント2人だったんだけどね。すぐ、公募したんだよな、あれね。うどんは閉めてね。うん、そうなんだ、起きるじゃん。そんなわけないだろう、有村君。有村君、僕より若いんだから、あの人。起きるじゃん、いるほどの年齢じゃないよな。知らない、見てないな。スノーボードしたことないよ。北健吾さんはね、心が悪いのかもしれないですね。口悪いってことは心が悪いんだろうね。うん。北健吾さんの心は腐ってんのかもしれないね。
高田様よ、その通り。じゃあうどん行こうか。いい感じに入れてるね、うどんね。これうまそう。うまいね。やっぱ煮込むと最高だ。いいね、いい感じに入れてる。よく言ったじゃん。当たり前、心なんかこの世にないもんだからだ、あんなもん。だから言えるんだよ。それよく考えればわかるよ。心なんてもう人間が頭の中で考え出したもんで、実際そんなもん存在しねえから。だから、腐ってると簡単に言えるわけ。これ大事。そうよ。心なんて、あんな目に見えないもんで、人間が頭の中で作り出したもんだからね。それ忘れないように。心ってそういうもんだからね、あれ。もともと人間が頭の中で作り出したもんだから。なんてでも言えるんだよね。人間の口先だけ言ってるからそう。そうですかよ。うん。あんなもん全部そうよ。うん。心なんてうさんくさいの、されたらもう。だから心がないたもん。心情ないことかうさんくさいもんね。心情ないか。ほんとうさんくさいよ、心情ないかっていう言葉。心情ないか。去年の12月大阪だったのもそういうあれね、ペキペキクリニックに通ってる人だもんね、崩壊したの。本当ペキペキクリニックの人は怖いよな、本当。怖いね、本当に。怖いよ、本当に。まさにそうだもんね、あれ。まさに絵に描いたような放火だよね、あれ。放火した人がさ、あのクリニックの患者でしょ、あれ。うわ、本当。すごい、本当に。絵に描いたように怖い話よ、本当。全部入れた。これ全部だ。でもよくだ、どうでも。早いね、あっという間よ。うん。みんな死ぬときは孤独死だからね。うん。
青山さんでね。はい、美味しくなりました。うまかった。じゃあこれどうかな、もういい、いや、もういい、おいしくいただきました。じゃあスーパードライとね、お鍋でしたね。じゃあ今日この辺でね、また明日ね。明日もじゃないよ。明日が休みよ。今日は仕事だったからね。うん。じゃあね、遅くにどうもありがとうね。おやすみなさいね。今夜この辺で終わります。おやすみなさい。じゃあまたね、またね。おやすみなさい。じゃあ。うん。明日はのんびりします。おやすみなさい。じゃあ。今日最後はこの歌で締めようか。今夜最後はこれでいこうか。じゃあ最後の歌いきますね。揺れる重い体中感じて君と歩き続けたい Your dream 夏が忍び足で近づくよきらめく波が砂浜潤してこだわってた周りをすべて捨てて、今あなたに決めたの。こんな自分に会う人はもういないと半分諦めてた。揺れる重い体中感じて、このままずっとそばにいたい。青く澄んだあの空のような君と歩き続けたい In your dream 好きと合図を送る瞳の奥覗いてみるふりしてキスをしたすべてを見せるのが怖いから優しさから逃げてたの運命の出会い確かねこんなに自分が変わってくなんて揺れる重い体中感じてこのままずっとそばにいたい寂しい季節が来てもときめき抱きしめていたい今より揺れる重い体中感じてこのままずっとそばにいたい青く澄んだ「あの空のような君と歩き続けたい」いいわり。はい、今夜の最後はね、ザードちゃんのね、ゆる思いでしたね。またね、おやすみなさい。でもね、ここで寝るね。あとね、おやすみね。また明日ね。ありがとうね、パンダさんどうも、皆さんどうもね。また明日ね、おやすみなさいね、ありがとうね。終わりました。よかったな、じゃあ、さて。
さあ、じゃあこれでいこうかな。いつものこの歌で。たまにはこれでいこうか。帰り道で締めようか。先回りして君を待ってる。帰り道の坂の途中、誰にも言わず隠れているよ。あと少し探して、忘れられない今更を胸にしまい込んで、思い出してよお帰りの声が。歌えない、眠くてダメだった。じゃあおやすみなさい。じゃあこれで終わる、終わります。もうダメだ。今日これまた明日のおやすみなさいね。またおやすみなさい。